揃ってますね。はい。まあ、あとはね、まあ、全部抱くだけかな。あ、さあ、9層も積もりましたさあ、そのトンのポンで、そのトンのポンで、さあ、こちらもポンして、さあ、こちら軸を整えていく。歪んだ軸を整えていく。さあ、E1、Q1 が、あ、でも E1 がないですね。Q1 は一応あっちにあるんですけど、さあ、E ピン、ポン。さあ、Q1 泣けるかなっていうところですね。そう、もちもちになってる。さあ、E1 を引いて、さあ、それ、さあ、さあ、それをポンしまして、あいってんぽい。さあ、E 層 Q1 ですね。E 層 Q1 で、あ、じゃあ、早い早い早い。全部ちょうだい。あ、全部ちょうだいというわけでね。そんな珍老頭ってすぐ出ないですけどね。まあ、あ、もう爆速で引いてましたね。ぼちぼちかなーって感じですかね。まあ、メンピンは狙えるかなーってとこですね。まあ、想像もいいし、まあ、ちょっとピンズがちょっと多いかな。あ、でもドラから打ってますね、なんかね。ドラから打ちまして、さあ、まあ、自敗打って、まあまあ、普通にね。まあ、普通に手進めていってますっていう感じではあります。あ、でもだいぶ、あ、あと、あだあだあだだだだだあと、ちょっと、おっとっと。あ、なんかちょっとね、まあ、持ってたら使えそうなところぶち壊しましたね。うん、おそらくそこそこ必要であろうローピンをとりあえずぶち壊しました。はいはい。さあ、ドラがナンですね。ナンはトイメンが持ってますね。トイメンがだいぶね、まあ、能力使いましたと。トイメンの能力が発動して、トイメンがドラ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 になりまして、まあ、だいぶ強いですね。まあ、もうイーシャン天領でね。こっちもまあ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 、ちょっと遠いから、まあ、でも、鎮圧トイトイね。鎮圧トイトイにして、まあ、どうかなっていうところではありますけど、さあ、うー、さあ、ウーピンも関しまして、ね、さあ、だいぶいってる。さあ、トイメン、さあ、トイメンさえドラが乗った。さあ、トイメン能力者。トイメンが能力を発動していて、こっちがかもしれません。さあ、さあ、リアンソーポンしまして、さあ、トイメン、テンパイ？さすがに強い。いや、うっぱそ振りてんやな。あれなんかうっぱそ振りてんやな、トイメン。さあ、じゃあリーチ入りました。さあ、すかさずリーチ。さあ、嘘、さあ、うっぱそ振りてん。振りてんだから上がれない。さあ、あちらのマッチがと、リャンウーピンですね。リャンウーピンはちょっとこっちがだいぶね、ぶち壊してるんで。こっちがだいぶリャンウーピンを抑えている。さあ、どうだ。さあ、チーピンも引きまして、どうでしょうか。いや、だいぶね、こっちも手良くなってきますけどね。さあ、嘘、トイメン上がれない。トイメン、なぜか振りてんで上がれない。さあ、そしてこちら、さあ、あさあ、リーチ、そういえば面前だった。そういえば面前でした。なんか何、さあ、もうすごい、さあ、ゴロチか。すごい、ゴロチ関して、もう、リンシャン解放、スワンコタンゲ。なんかわからんけど、綺麗ですね。はい、玉の間というわけで。まあ、ちなみに、チューンは山さん、おいしょい。あ、尺がね、やっぱりね、どうしてもね、もうちょっと長くなってくれたらね、嬉しいんですけどね、個人的には。まあ、チーフはやっぱり積もっちゃうんですよね。ちなみによーく見といてくださいね、シリーズなんですけれども。まあ今、そうですね、まあチーピンから売ってますけどね、まあ8種ですね。まあどうしようかなーって感じではあります。ああ、もう想像も売ってるってことは、もうこれはもう完全にもう国士を狙っているって感じです。まあトップ目なんでね、トップ目なんでそんな無理しなくてもね、いいかなーっていう感じではありますけどね。まあそうです。ああ、ズバズバ引いて、さあ、ズバズバ引いておりまして、さあ、Q1 か Q1、ペイペイ抜いて、さあ、じゃあ、あいけばいい。あ、じゃあ、無駄積もして。さあ、トイメンも強いけどね。トイメンも手結構いいんですけど、いかんせんちょっと皮がキモすぎる。あとさ、トイメンが E1 を打ったということは、さ、あだ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 。あ、当たるんですよね。あ、ちょっと皮がキモすぎたんですけどね。まあ、トイメンも結構強かったんですけど、ダメでしたね。ぼちぼちかなーって感じの手ですね。まあ、玉の間4マなんでね。まあ、玉の間4マなんで、まあ、そんなに無理はしないとは思いますけどね、さすがに。で、下茶がちょっと飛びそうですね。下茶が飛びそうなんですけど、まあ、ここでね、やっぱりマンガンとか上がれたらね、でかいですよね。ここでマンガン積もれば、トップかな。トップで終われるんで、まあ、それぐらいは狙いたいかなっていうところではありますけど、まあ、どうでしょうかというところでね。普通に、まあ、チュンドライチですけどね。これをちょっと三角すんのはもったいないかなって気はしますよね。やっぱり飛びすんの人がいるんで。さあ、で、こちらが、まあ、良くなっている。で、神茶の手は、まあ、ぼちぼちって感じですね。で、トイメンも、まあ、ぼちぼち。トイメンドラドラありますね。で、下茶もドラドラあって、まあ、結構、そこそこ強いかなというところですね。で、こちらが、まあ、こちらも、まあ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 、でも、まあ、チュンドライチですけどね。相変わらず。
そこまで伸びないかな。あーさあ、ウーピン積もりまして、さあ、ローソー打ち。ローソー打ちなんですね。ちゃんと、ウーアンちゃんとね、固定するかな。さあ、カンしまして、さあ、どうでしょうか。さあ、あーと入りまして、さあ、さあ、いいとこ入りまして、さあ、テンパしまして、リーチドラ、リーチチュンドラ1ですね。あー、今、あー、いや、でもリーチ一発チュンも、いや、でもあんまり、まあ、全然あんまり足りてないですけどね。だから裏とかいっぱいで、あー、裏 8! あやっぱり乗るんですよね。完成してますね。はい。あ毎回こんなハイパイがね、来てくれたらね、苦労しないんですけどね。まあまあ、手始めにポンしましてね。手始めのポンからの、まあでも、初とチュンがね、ないんでね。どうかなっていうところで、ああ、さあ、ローソーもポンしまして。まあね、もうあとはもう、あとは最強ですね。さあ、さあ、それをポンしまして、さあ、あいってんぽい。トイメンの皮ないのよ。トイメンの皮に何もないのよ。で、さあ、まあ、チュンとウーソー待ちですけどね。まあ、あいしょい。ああ、ちょっと200点しかなかったんですけどね。ああ、200点しかなかったんですけれども、とまあ、とりあえずこれで、まあ、ラス和解できたかな、一旦ね。だいぶ染まってるかなーっていう感じ。ああ、さあ、ダブルレイチ打ちましたね。まあ、染めないということで、ああ、じゃあ、結構酷使かなーっていう感じですけどね。まあ、金の間なんでね。まあ、言うてもこれ、金の間さん間なんで、まあ、そんなにね、無理はしないと、まあ、無理はしないっていうか、もうローソー打ってますけど。ああ、まあ、もうローソーパーソー打ってるだから無理はしないということは、まあ、ないんですけど、まあまあ、ぼちぼち、ね、ああ、さあ、無駄積もしました。さあ、ここでね、一回無駄積もが入ってしまう。ちょっと、やっぱりね、一回無駄積もしちゃうとね、やっぱりペースね、乱れるんでね。というかでさあ、いいシャンテンですか。まあ、トンが入ればね。まあ、ああ、さあ、じゃあ、リーチが入りました。ああ、こちら、あいってんぽい。あらあらああ、現物売ったんですけどね。現物を売ったら13名に刺さりましたね。ちなみにめちゃめちゃよーく見といてくださいねシリーズなんですけど、いやまあ全然100万って感じしないですよね。この手覚えておいてね。全然100万って感じではないですよね。だからそんなになんか、よく見とくとかなさそうではありますけど、普通にだってもう、まあ、なんやろ、リーチドラー1とかね、まあドラドラとかまあそれぐらいかなっていうところですよね。まあ今のところちなみになんですけど、まあ一応言っておきますと今のところ、全部ピンズ引いてます。まあ一応ね、まあ一応言っておきますと、まあそうですね、トイメン強いですよ。トイメン想像もめちゃめちゃね、もういいシャンテンですからね。で、まあさあ、一応テンパイさあ、さあ、テンパイしまして、さあ、さらに、さらにぶち壊しまして、一応一通、ピンフ一通で取れたけれども、さらにチンピン引きまして、さらにチンピン引きまして、あーい、テンパイいやいやいや、もう意味がわからぬ。さて、あーじゃあ、さすがにちょっとツモがおかしすぎる。完全に無駄積もがなかったですね。